それでは始めさせていただきたいと思います。はじめまして、私社会文化環境学というところにいてですね、もともと社会文化環境学っていうのは都市を作る、町を作ると。でそこではいろいろなことが起きます。いろいろなものも必要だし、いろいろなことが起こると。建築建物を作らないといけないし、土木工事も必要である。それから人々が集まってくるといろいろな社会的な現象が起こると。いったようなことをですね、町づくりみたいな観点からやってるというのが、多分社会文化で一番中心にやってることだと、思うんですけども、私は、そうしますと人が集まってくるとですね、ゴミとか下水とかいったようなものも出てきまして、そちらの方を誰か考えなきゃいけない。で、好きでそれやる人っていうのはあんまり多くないですね。そういう意味じゃ私は好きでやってますので、ある種の変人なのかもしれませんが、そっちの下水のことなんかをやっているというのが私の専門です。で、今日のお話はですね、バイオインフォマティクスにより見えてくる環境微生物生態系、環境微生物生態系と申し上げましても、いろいろな環境があるかと思うのですけども、今日は下水処理場のお話を中心にさせていただきたいと考えております。バイオインフォマティクスの方はですね、私そんなに専門ではないというか、正直全く素人ですので、とは言いながら比較的かなり素人でも扱えるようなデータベースとかですね、あることはありますので、それを使ってデータをいじるようなこともやったりしていますので、それも合わせて今日紹介させていただきたいなと思ってます。で、本題に入っていく前に、下水処理場ってどれくらい今の社会で大事なんだろうっていうことをちょっと考えてみたいなと思います。頭の体操ですね。下水処理場がないといろいろ大変なことになりますよと言われてはいるんじゃないかと思います。今の都市をですね、支えるにあたって下水処理場がなければお話にならない。今回の震災でもですね、浦安のあたりが下水が使えなくなって、それで水はなんとかなるんですけども、その出すものを流し去ることができないとかいったようなところでだいぶ大変だったみたいですね。でまた仙台の方ではですね、下水処理場が被災していると。でそれで下水を処理することはできなくて、十分に処理できないまんま太平洋に流しているといったようなことがなされています。でも実際どれくらい大事なんだろう。特に自然科学をやる人間にとってはですね、もうちょっとこの地球の生態系の中で見たその下水処理場の位置づけっていうのがあってもいいんじゃないのかなと、そんなことでちょっと考えてみました。で、まずこの1人1日乾燥重量としてだいたい 100g ぐらいの有機物を下水に流して、お手洗いで流すものっていうのはだいたいその、そうですね、6、7割ぐらいかな。で残りは台所で使う洗剤とかですね、頭洗う時のシャンプーとか、もろもろのものが入ってきます。だいたい有機物の重量として 100g、 乾燥重量というか水を抜いた重量として。で、これがですね、微生物バクテリアなんかに利用されまして、一体どれくらいの量の微生物の量になるのか、これは条件によってまちまちなんですけども、0以上100未満というのは当たり前なんですが、大雑把に言いますと、大体約半分ぐらいの量が微生物の体にまずなると。で残りの半分は酸化分解されて水二酸化炭素になっていくというような感じです。そうしますと1人1日あたり 50g の微生物をこう養うというかですね、新たに生み出すことになる。でこれ1年間で計算しますと1人1日あたり 18kg、これ水を含んでない重量ですので、水のことを考えますと1人分ぐらいの量の生物体ができてくると、それぐらいの量になると。
そしてですね、この、まあ、10のマイナス1匹の細菌の体重っていうのを、いろいろいくつか仮定を置いて計算しますと、まあ、ざっとこれぐらいになるだろう。1マイクロメーターかける1マイクロメーターかける1マイクロメーターですね。で、まあ、それぐらいの体積として 10% ぐらいが水だというふうにして考えて、10% ぐらいが水じゃない部分だと考えますと、こんな数字になる。で、まあ、そうすると、まあ、何匹ぐらいのうちになるのかっていうのが、まあ、分かる、計算はできる。まあ、でもそれは置いといてですね、まあ、地球上で一体どれくらいの量になるのかっていうのをちょっと考えてみて、そうしますとですね、さっきの 50g、 1日 50g かける360日かける、地球上の人口で70億人、まあ、70億人全員下水道につながってるわけじゃなくて、ちゃんとつながってるのは多分その1割ぐらいなんじゃないかなと思います。まあ、でも地球上の生態系っていうことでちょっとまあ、すごくインチキなんですけども、どの国も日本と同じように下水処理してるとすると、まあ、これぐらいの、微生物の量が下水関係で発生してきていると。で、この数字ですね、 1.3×10^11 乗キログラム、 1.3×10^11 乗キログラムっていうのは一体どれぐらいのバイオマス量に相当するのか、ちょっと調べてみますと、全球で、地球上でですね、植物が一次生産する量がある見積もりによりますと、1.7×10^14 乗キログラム、1年あたり、まあ、その1000分の1ぐらいの量ですかねに相当すると、それから動物の、まあ、この植物をこう消費して、だから、まあ、消費者としてのその生産量と比べてみます。で、この動物の生産量の方がですね、 3.9×10^12 乗キログラム、1年あたりで、まあ、それと比べますと大体、まあ、数十分の1のオーダーになる。で、まあ、人間が1年にどれくらい食べるかっていうと、実はこの、全球の動物の生産量と、まあ、結構いいぐらいの量のものを、食べる、まあ、これだけ人間がいっぱいいりゃ、そりゃ人間の生態系の影響というのは大きいですよね。まあ、そんなことでですね、で、まあ、そういうことを考えても結構、下水処理場にいる微生物の量っていうのは多い。で、かつですね、いや、この、まあ、普通に、生態学のことを言いますと、ここで消費、生産された植物の、ほとんどは、分解者によって分解されてしまう。そのことを考えますと、実際には分解者として存在する微生物の量っていうのは、まあ、これに匹敵するぐらいの量。それに比べると約1000分の1ぐらいしかいないから、下水処理場の微生物ってのは、まあ、大したことないのかなっていう見方も実は一方でできます。まあ、それでもその存在している密度っていうのが、とても高い。まあね、下水処理場っていうのはごく限られたところにありますから、そこにみんな封じ込められている、そんなことを考えますと、まあ、地球上の総量としては少ないかもしれない、ちょっと、まあ、それほど大きくはないかもしれないけど、すごく大きな密度で微生物が存在しているようなところがあるんだと、そんなふうな、ことを世界だというふうに捉えることができるんじゃないかと思います。で、下水処理場のその微生物の世界を見ていこう。実用面でもちろん重要ですね。下水が処理できないか、快適健全な環境を保つことができる。それから今申し上げたようにですね、かなりな規模の、その物質の流れとしてもかなり大きい、位置を占めるような、そういう世界ですので、まあ、今の地球上の生態系を考える上で、やっぱりこの下水処理場の微生物の世界っていうのを語るのは面白いんじゃないのかなというような、ことを思っています。
以上前置きでして、今日はですね3時間ちょっとの長丁場でして、まあ多分他の先生方は多分普通にこう3時間目4時間目ってやったかもしれないんですけども、今日はまあ、第1部第2部第3部っていう風に、まあ、1時間お話ししたらちょっとだけ休ませていただくと、まあ、そんな感じで、進めさせていただきたいと思います。で、順番としてはですね、まずはこの下水処理場の仕組みっていうのがわからないと、何を調べるんだかっていうのがよくわからないと思いますので、そこからお話をさせていただきたい。で、その後ですね、その微生物を調べるにあたっていろいろな方法が使われています。で、今まで使われてきた手法をざっとおさらいをさせていただきたいと思います。それから、最後にですね、高速シークエンサーなどを使いまして、よりこう、スピードを高めて、かつ、情報量を高めて、それで調べるという方法をどうやって、この世界に適用するかということをお話しさせていただきたいと思います。で、まずは下水処理場の仕組みと、まあちょっと話半分で聞いてくださればいいと思います。まあ、皆さんの中で下水処理場に行ったことがあるという方どれくらいいらっしゃいますでしょうかね。ちょっと白金台の様子は見えないんですけど、ちょっと柏で どうでしょうか。下水処理場に行ったことがあるという方手を挙げてください。まあ何人かいらっしゃいますね。行ったことがないという方も結構いるのかな。下水処理場、どんなところなのかというのをお見せしたいと思います。下水処理場にどうやったら行けるかっていうのは、まあなんとなくはご存知かと思いますので、そこはお話ししません。まあその辺にこう入り口がいっぱいありますから。で、そこからですね、下水が入っていて、ちょっと字がちっちゃくて恐縮なんですけども、まあ下水処理場っていうのはいろんなものが流れてきますので、ね、フルタイヤとかですね、あとビニール袋とか、まあ、そういうのは当然入ってくると、まあ、どっから何が入ってくるか分かんない、バイクが流れてくるなんていうことも あったりするんだそうでして、まああんまりこう綺麗な写真じゃないですけども、まあいろいろなこう粗大なものが流れ込んでくるので、それをスクリーンというのを使って除去してやると。それからですね、重い砂が入ってくることもあります。雨の日なんかは砂が入ってくる、土が入ってくる。で、それが入ってきますと後々処理に影響を与えますので、それを、まあ、重たいものは沈めてしまって除去すると。それから、もう少し軽いけれども沈殿させて除去することができるものを除去する、最初沈殿池っていうのがあります。これでだいたい下水は半分ぐらいは汚いものを除去できますね。まあ何が汚いってそれをなかなか説明が難しいんですよね。下水は汚いのは当たり前なんだけども、一体なんで汚いのか真剣に皆さん考えたことが、まあ、普通はないですよね。下水に触っちゃったら汚いやぐらいに思うかとは思うんですけども、まあ、一番気持ちが悪いのは微生物ですね。病原微生物ですね。それがやっぱりどうしても頭の中でこう一番危険だと思ってるところなんじゃないかと。まあ、毒性物質も多少は入ってることは入ってるんですけども、毒性物質の方はですね、そんなちょっと触ったぐらいで影響が出るようなことっていうのはまずないですから、まあ、そう影響はない。それから下水の中で一番、まあ、その病原微生物と並んで困るものっていうのが有機物です。下水に含まれている有機物です。で、まあ、有機物本来であれば、例えば我々も有機物を食べて、それで酸素と反応させてエネルギーを得て、それで生きてるわけですから、まあ、エネルギーの元になっていいという面はあるんですけども、それが下水からこう環境に出ていってしまいますと、今度水環境の中でですね、川とか湖で、そこに住むバクテリアあるいは原生動物が有機物を食べて、どんどん増えていくと。で、その時に酸素を使いますから、水の中の酸素が足りなくなる。で、魚が呼吸ができなくなって死んでしまう。
あるいはあの硫酸還元菌っていうのが発生してきまして、硫化水素の匂いがしてくるとかですね、いろいろ悪いことが起きます。で、まあ、有機物がかなりその下水の中の悪い成分の、まあそうですね、まあ何割とは言わないんですけども、あの病原微生物と並んで有機物の除去が重要であると。で、まあその病原微生物も半分ぐらい取れるし、それからその有機物も半分ぐらい取れるというのがこの最初沈殿池。でもまあ残り半分が除去できてないわけですから、もっときれいにしてやんなきゃいけない。で、それであのこの生物反応をします。でですね、生物反応層、上の写真の方が分かりやすいかな、あの下水が入ってきてるとラインがですね、日が当たってるところの方です。で、影になってるところ方がですね、ちょっと茶色っぽいんですけども、あれはあのその微生物を混ぜてるところです。下水と微生物を混ぜてやって、で、下の写真にあるようにですね、なんかあの空気を吹き込んでブクブクやってます、下水に微生物を混ぜて、空気を送り込んでやって、そうしますと、微生物が下水の中の有機物を食べて除去してくれる、それからあの原生動物がですね、病原微生物を食べてくれるとかいうこともきっとあるんだと思います。で、そうして水の中の有機物が、まあ、一部二酸化炭素にまで酸化され、また一部こうあの、まあ、彼らも増殖増えるのが仕事ですから、微生物も増えると、まあ、それによって下水はきれいになる。で、下水がきれいになりますと、今度はもう一回沈殿をしてやります。で、そうするとさっき混ぜた微生物はですね、水より少し重いので、あの放っておくとさーっと沈んでくれます。で、上澄みだけこうやって取ってやりますと、きれいになった処理水が得られるということです。まあ、この写真で上の方が透明で、下の方に何か沈んでます、ビーカーの底に何か沈んでますが、これはその、最終沈殿池で、微生物を沈めるのと、まあ、同じことをですね、ビーカーの中でやったと。まあ10分、あのおでのこの微生物の状態のいい時にはもう10分ぐらいも置いとけば、こうやってこうきれいに沈んでいきます。それからさっき申し上げたように微生物が増えてくるっていうのでですね、その増えた分の微生物を処理しなきゃいけない。これもなかなか実は大変な仕事、下水処理っていうのは実は半分ぐらいはおで処理だというふうに言っても過言じゃないぐらい、その下水を処理してるとそれなりの量のおでも発生してきまして、それを処理してやんなきゃいけない。今はですね、福島の原子力発電所の事故の影響で、放射能が出てですね、それが回り回って下水処理場のおでに結構検出されてるという話がニュースなんかでやってると思います。あれはまさしくその下水として入ってきたその放射性物質セシウムがですね、最終的に微生物にこうなんかくっついて、で、それでおでの方に入ってくる、まあ、濃縮されているわけです。で、まあ、その分を、まあ、微生物の方をどうやって処理するかといいますと、水っ気が多いのが問題なんですよね。で、水っ気を何とかして除去してやって、まあ、普通は最終的には焼却をしてますね。それからここに示しているようにですね、嫌気性消化っていうのをやる場合があります。メタン菌をメタン生成コサイ菌っていうんですけども、メタンを発生する菌を使いましてメタンガスにしてやる、まあ、有機物をメタンガスにしてやる、そうするとエネルギーの回収もできますから、まあ、これはバイオマスエネルギーの一種だと。で、これ横浜市にあるそのメタン嫌気性消化の施設です。かなりで1個ですね、どれくらいか、多分10 30メートルぐらいあるのかな、エレベーターで上まで行ったことがあるんですけども、なんか5、6階建てぐらいの高さの建物の上に上がってるのはそんな感じでしたね。やたら巨大で、それが20何基置いてあるんですけども、まあ、横浜はそうやって嫌気性消化をする。で、脱それでもやっぱりまだ完全には汚泥はなくならないので、脱水をしまして焼却をすると。
それからですね、東京は全く別な方法を取ってんですね。脱水して、その後炭化って書いてあります。炭にしてやります。で炭にして、発電所に売ってます。炭にするときに、まあ、蒸し焼きにするわけなんですが、そこでかなりエネルギーは使っちゃうんだけども、まあでもなんかどうもこの炭化してやるとですね、東京都として見たときには都としては二酸化炭素の発生量を増や、まあ、二酸化炭素っていうか温室効果ガスですね、温室効果ガスの全体としての発生量を抑制することができると。まあ、その辺の話細かくし出すとなんか違う授業になっちゃうの で、これはちょっと置いときますか。脱水してるところの絵です。で、まあ、焼却をすると。今申し上げたようなのが基本的な下水処理の方法です。まあ、下水処理場に行きますと大体この辺の話をざっと聞いて、それから施設見学に行きましょうという感じになりますが、ちょっとまあここで一旦おさらいをします。まあ、重要な施設としてはこの最初沈殿池っていうのが、それからこの生物反応層、まあ、バッキ層って言ってますね、技術用語で我々バッキ層と言います。それから、まあ、最終沈殿池あるいは第二沈殿池と、まあ、そういう言い方をしてます。まあ、こういう組み合わせになって、で沈殿池で沈めた微生物は、こうやってまたバッキ層に戻すと。微生物はここでまた餌を食べてここで沈んで、また戻されてまた下水と混ぜられて餌を食べて、というふうなことをずっとぐるぐるしてる。である時ですね、その微生物が増えすぎてきます、増えてきますので、その分だけこうこっちの方に行くのかなと、またご飯かなと思うと、この余剰汚泥と書いてありますが、汚泥処理の方に送られてしまう。でそれでまあ彼らの一生は終わってしまう。まあ人間によって支配されている生命ですね。で、どういう微生物がいるのか、まあそれはまた後でお話ししていきますが、まあ、大体下水処理場に行って施設見学で、説明を受けますと、こういう原生動物がですね動いてるわけですよ。で特に小学生なんかはこれを見ると喜ぶんですよね。いろんなのがいますから見てるだけで楽しいですね。で、まあで原生動物の方はどっちかっていうとその水の中に浮遊している粒子を食べてるのが多いですね。だからまあもともとバクテリアだったり、あるいは食べかすがなんかこう分解してちっちゃくなったようなものであったりするのを食べてるんじゃないかと思います。でそれに対して水の中に溶解している成分、溶け込んでいる成分もたくさんあるのですが、そっちを除去しているのはバクテリアです。でバクテリアはこの写真でどういうふうに見えているかというと、こういうなんだか不定形な、ちょっと白金台の方には申し訳ないですね、ふわふわした不定形なものがあるかと思いますが、あれがバクテリアの塊です。粘着物質みたいなものを自分たちで勝手に作って、あえてくっつき合って暮らしてます。で、まあ、どういう種類のものがいるのかっていうのは、まあですね、ようやく最近分かりつつあるところなんですが、まあ、なかなか何が生えてきて もうそこに生えてくるものを使うしかないので、まあ、バイオテクノロジーと書いてですね、外からこう菌を入れてやってもなかなかきっとうまくいかないんですね、こういう生態系にを制御するっていうのは。でやっぱりそこに生えてくる微生物を使うのが一番いいと。で、まあ、せいぜい我々にできることは少し運転の方法を工夫するとかですしまして、で少しでも下水処理の目的に合った微生物が出てくるように努力すると、そういうようなことが、まあ、我々にできる制度のところです。まあ、要はそこに生えてくるものを使ってる。で、ちょっとこれさっきお話ししたのと同じことになっちゃいますが、まあまあ、ここでバッキ層でですね新たに生命を受けて、で、まあ、沈殿池に行きまして沈んで変層汚泥として、
バッキ層に戻されまして、バッキ層で、ご飯にありつく、下水と混ざってご飯にありつくで、また沈殿地に行って変装でとしてバッキ層で、まあ、これをこう永遠繰り返します。で、まあ、彼ら一生の間に何回ぐらいこのサイクルを繰り返すかなんですが、ざっと計算しますと、まあ、ここには30回っていう数字が書いてありますが、まあ30回とか50回とかそんな風な数字で考えてくださればいい。まあ、一生の間にそれだけの回数ご飯が食べられるんだというそんな暮らしなんですね。で、でまあそうしますとやがて細胞分裂をすると。で、ある時そのさっき言ったようにこの余剰オデーの方、あの変装オデーじゃなくて余剰オデーの方に行っちゃって、で一巻の終わりになると。でその一巻の終わりになるまでの時間っていうのはだいたい5日とか10日とか、まあ、下水処理場によって違います。20日30日ぐらいやることもありますが、まあ、あの多くの場合は5日から10日ぐらいで一生がを終えると、まあ、そういう暮らしですね。で、まあ、この一生が5日から10日ぐらい、まあ、要は5日から10日ぐらいであの1回細胞分裂すれば一応この下水処理場の中にとどまってで子孫を残していくことができると、まあ、そんな世界です。5日から10日に1回細胞分裂をするっていうのは、一体どんな感じの数字かと言いますと、まあ、大腸菌とかですね、あの病原微生物で培地にこう生やしたやつはあれは大体、20分とか30分に1回細胞分裂するんですか。それに比べると相当ゆっくりしか増殖しないと。それから餌の食べ方っていうのもだいぶ違いますよね。まあ、病原微生物の場合は周りを餌に囲まれて生きているような感じになります。だからあの餌がある限りどん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 増えていく。でところがここにいる微生物っていうのはほとんどの間多分餌がない状態で生きている。で一生のうち何回か時々そここにいたい30回とかですね、それぐらいご飯のチャンスがあると。あ、その辺もだいぶ暮らし方が違いますね。それからあとそうですね、一生が10日ぐらいっていうことは1年で、だいたい30から40世代ぐらいで、人間の場合30世代から40世代っていうのはどれくらいですかね。まあ、1世代20年っていうふうに考えますと、まあ、700、800年とかそんな感じだから今、まあ、700、800年だったらまだ人間でしたね人間でしたねっていうのは変なんですけども、まあね、ネアンデルタール人とかなんとかっていうふうに言ったのが、まあ、数万年前だから、まあ種が変わっちゃうほどの時間、1年では種は変わらないのかな。でも下水処理場の微生物にとってはかなり早く時間が過ぎていくと、まあ、人間の暮らしに比べます。で、まあ、それなりにだから多分今いる今下水処理場にいる微生物っていうのは、まあ、今のものであって、5年後10年後も同じような生態系になってるかっていうとそれはよく分かんないですね。5年後10年後の生態系の話をするっていうのは、さっきの話だと、3000年とか5000年とかそれぐらい前のというかそれぐらい後の、生態系の話をするのと実は同じようなことになります。まあ、その間ずっと生態自然の気候条件とか変わんなかったら、まあ、生態系はそれなりに安定なのかもしれないんですけども、どうなんでしょうかね。意外と変わるところは変わるし変わらないところは変わらないのかもしれないですが、まあ、そういうような世界だという、まあ、少し世界観を持ってくださればと思います。まあ、持ったところで 何っていうこともないんですけど、で、今度はどんな微生物がいてどんな働きをしているのかというお話になっていきます。で、まあ、一番そうですね、そうどんな微生物がいてっていう前にどういう機能を持っている微生物が存在しているかっていうところを、ざっとお話ししていきたいと思います。まあ、そこからじゃないとなかなか分類も手がかりがつかめない。で、
さっき申し上げたように下水処理場で一番重要な仕事の一つが有機物を除去する。でその有機物の除去になってる微生物はっていうと、まあ、いろんなやつがいるわけですし、あとその有機物そのものの種類もいろいろですよね。高分子もあれば低分子もあればタンパク系っていうかアミノ酸っぽいものもあれば糖質もあれば有機酸もあればあとね、まあ、何でも入ってますからね下水ってのは。で、まあ、そうやっていろいろあるんですけども、まあ、ただものすごくざっくり言ってしまいますと、まあ、微生物は利用可能な有機物があれば、酸素を用いてそれを酸化分解し、その際にエネルギーを得ると、でそれからそのエネルギーを用いて有機物を同化して自分自身が増殖する。まあ当たり前といえば当たり前ですよね。まあ人間の側から見ればこの2つの機能によって下水がきれいになる。で微生物の側からすれば、この2つのなりわいをすることによりまして細胞分裂をして子孫を残すことができると。立場が変わるとだいぶ説明の仕方が変わるかと思いますが、まあ何にしてもしましてもこれで下水がきれいになる。それからですね、さっきは申し上げなかったんですけども下水処理場でさらに処理をした方、除去をした方がいい成分っていうのが2つあります。窒素とリン。まあ、ご存知の方はご存知かと思いますが窒素もリンも赤潮とかですね青子とかその、まあ、湖とか海東京湾みたいなところあるいは手賀沼霞ヶ浦そういうところでこう植物プランクトンが異常増殖することがあります。でそれは何でかと言いますと窒素やリンが水の中に溶けていてでそれを使って彼らが増えることができるから、まあ、本来であれば水の中に溶けている窒素やリンの量っていうのはものすごくわずかでなかなか植物プランクトンにまで回ってくる量っていうのは多くはないというかほんの少ししかないのでそれで水が植物プランクトンで濁るとかあと赤潮のプランクトンが大増殖して魚に被害を与えるとかそんなことは普通はないんですけど、窒素やリンがありますとそれを肥料にして、まあ、彼ら植物ですからで肥料の三元素っていうのがありますよね。窒素、リン、カリウム。カリウムの話はあんまりカリウム除去っていう話はなぜかあんまり出てこないんですが窒素、リンはこの下水処理場で除去しましょうという感じになってます。でその下水処理水の放流先がですね東京湾とか手賀沼とかそういうところですと窒素やリンはできるだけ除去する、それに対して太平洋にすぐ出てっちゃいますよあるいはこの辺だってその手賀沼に流そうっていう時もですね手賀沼に入れないで利根川まで流してやって利根川に流しちゃえばいいわけですよね。利根川に流しちゃうとそうしますと太平洋に行きます。で太平洋まで出てしまえば太平洋広いですから拡散していってすぐにこうその窒素リンが過剰だっていう状況がなくなる。ですので状況によっては窒素リンは除去しなくてもいい。東京湾みたいな閉鎖性が強くてですね窒素リンがたまりがちでそれからお日様もよく当たると、で植物がよく育つそんなふうなところに流すときには窒素リンを除去してくださいと。柏の場合はですねさっき申し上げたようにその手賀沼終末処理場っていうところに下水が行ってます。ここもそうです。白金台はちょっとごめんなさい白金台ごめんなさい柏の場合は手賀沼の方まで行ってるんですがその手賀沼終末処理場という割にはですね、処理水は手賀沼には入れないで、利根川に流してます。だからそこでは窒素やリンの除去はしていません。まあでやっと話が戻ってきましたがその窒素除去をどうやるか、まあ、しなければいけないという場合にはどうやるかといいますと、ちょっと複雑なんですね。アンモニアを酸素と反応させて、硝酸亜硝酸にまで酸化してやる。でその反応を、消化細菌という細菌バクテリアの働きを借りてやってます。まあ、細かいことを言いますとですねこの消化細菌っていうのはアンモニアを亜硝酸まで
する反応をもっぱらやるアンモニア酸化細菌っていうやつと、それから亜硝酸を硝酸にまでする亜硝酸酸化細菌っていうやつがいます。まあ、2種類全く違う種類の微生物です。それからあの微生物のことをやってる人たちの間で、あのこの 4,5 年話題になってるのが、そのバクテリアじゃなくって古細菌アーケアっていうグループのやつで、アンモニアを酸化することができる。まあ顕微鏡で見ても何がどう違うんだかわからないぐらいしか違わない、違いがない、まあどっちもちっちゃい細胞ですからね。顕微鏡で見てもよくわかんないんだけども、いろいろ調べますとバクテリアと古細菌っていうのはもう全然違うんだそうです。でその古細菌の中でアンモニアを酸化する能力を持っているやつがいるっていうのは、あの最初は海で分かったのかな。でその後ですね、意外と陸上にもいるぞ、まあ、陸上っていうか陸あの淡水にもいるぞということが分かってきて、脳もそいつらもなんか やってるみたいだという話があります。で、まあ、アンモニアを硝酸亜硝酸までした。で、その後ですね、亜硝酸硝酸は、酸素のない条件下では微生物、によって、酸化の代わりに酸化剤として用いられる、硝酸呼吸や亜硝酸呼吸と言われます。まあ、全ての微生物っていうわけじゃなくって、この反応脱窒というふうに窒素を抜くということですね、脱窒っていうふうに言われます。その脱窒の能力を持つ微生物によって、酸素の代わりに酸化剤として使われる。だから有機物と、酸素の代わりに硝酸や硝酸と反応させて、それで、有機物を水と二酸化炭素に分解する。そしてエネルギーを得ると。でその時にじゃあ窒素はどうなっちゃうのかなんですが、窒素は窒素ガスになる。うまいことにですね、窒素ガスになって除去されると、で、まあ、消化反応と脱窒反応とその2つをうまく組み合わせて、それで窒素を除去するというのが今下水処理場でやられている窒素除去の基本的なメカニズムです。で、まあ、そうは言ってもですね、なかなか実践するのは難しくて、そのなんですかね、ここに今説明したような順番で下水の処理をしようとしますと、まあ、脱窒反応をするのに有機物が必要なわけですよね。その時にこう使うことが酸化分解して使うことができるような有機物がなければならない。でもところがそういう有機物っていうのは脱窒の前に消化反応をするときにですね、よっぽどよく利用されて除去されてしまっているので、普通に消化をしてから脱窒をしてっていう風な順番でやろうとしますと、この反応はうまくいきません。で、面倒なんですが、この下の方に書いてある図のようにですね、脱窒の反応層を前に持ってきて、そこに下水を入れてやる。で、消化反応を後ろに持ってくる。で、消化をした後のその硝酸亜硝酸を含んでいる水を、その脱窒層無酸素層に戻してやると、いうような仕組みを使ってます。まあ、下水処理場にとってはこれ、その水を戻すためにポンプを使わなくちゃいけなくって、そこで少しエネルギーを使いますから、まあ、だからお金かかりますねっていうふうにすぐ言われちゃうんですけども、まあそれぐらいのエネルギーを使えば窒素を除去することができる。リンの除去、窒素は今言ったように結局窒素ガスになってなくなっちゃうと、まあ、完全になくなるというか大気に行っちゃうわけですね。でリンの場合はご存知の通りこれ気体にならないですよね。でじゃあどうやって除去するのか、化学に詳しい人だと意外とリンっていうのは沈殿を作りやすいから沈殿させて除去することができるんじゃないかというふうなことを思われるかもしれません。でまあそれも実際やってます。鉄とかですねアルミニウムの塩を入れますとリンを除去するのは簡単です。ただ薬品を使わなきゃいけないのと、それから薬品を入れて窒素リンを落としますので、その分最終的に処分しなきゃいけない汚泥の量が増えちゃいます。でそれが嫌だっていうので、
なんかもうちょっと違う方法でリンを除去できないかなっていうので、で開発された方法がこのここに書いてある微生物を使ったあのリンの除去の方法です。でですね、この反応ではちょっと難しいんですね。嫌気条件でまず下水と活性汚泥を混合する。その嫌気条件っていうのは普通は酸素がないっていうだけの意味なんですが、硝酸も亜硝酸もない。だから硝酸呼吸亜硝酸呼吸もできないような条件で、下水と活性汚泥を混ぜてやる。で一体じゃあこの嫌気層の中でどういう状況が起こるか、普通の微生物への影響と書いてありますが、嫌気条件酸素もない、それから硝酸亜硝酸もない、だから酸化剤がないから呼吸をしたくても呼吸ができない、エネルギーを作ることができない、でも周りには美味しいものがいっぱいある。ちょっとでもエネルギーがあればですね、それをその周りにある美味しそうなものをこう食べることができるのに、エネルギーを作り出すことができないがために何もできないで我慢しなきゃいけない、そういう状況に置かれてるんじゃないかと思います。で、実際そうなるみたいです。なるみたい、見たわけじゃない、彼らの気持ちを聞いたわけじゃないので、でも普通に実際減らない、有機物が除去されるっていうことが見られないので、それに対して特殊なバクテリアがいましてですね、要はそのここで美味しいものは嫌気層で美味しいものがいっぱいあって、ちょっとでもエネルギーがあればそれを食べることができる、食べるというかこう取り込むことができる。で先に取り込んでしまえばもう勝ちなわけですよね。他の微生物に取られちゃうこともなくなる。だからこうともかく他の微生物に先駆けて食べてしまう、取り込んでしまうと。すぐ消化することはできないから、しばらく待ってですね、高気層酸素が供給されるまでこうじっと待ってれば、溜め込んだまま待ってればいい。でそのためには少しでもいいからエネルギーを嫌気条件で使えなければいけない。じゃあそのためのエネルギーをどっからどういうふうに調達しようかという話になります。でそんなのでですね、使われている物質の一つがポリリン酸という物質です。ポリリン酸、皆さん ATP はご存知ですよね。アデノシン酸リン酸で、ATP っていうのは高エネルギーリン酸結合を持っていて、そこが加水分解することによってエネルギーを供給するというふうに言われてます。でその酸リン酸、アデノシン酸リン酸のその酸リン酸の部分だけ取り出しまして、でそこだけこうずっとリン酸を長くつないでいったようなものが、このポリリン酸です。だから高エネルギーリン酸結合がずっと長くつながっているのがポリリン酸だというふうに考えてくださればいいです。で、そこからエネルギーを取り出すためには加水分解しさえば加水分解だけすればいい。酸化還元反応は伴わないので、酸素の有無、硝酸亜硝酸の有無にかかわらずエネルギーを取り出すことができると。で、そのポリリン酸を仮に使うとしてどうやってこの装置の中で生きていくことができるかというと、嫌気層で有機物と接触した時にですね、ポリリン酸を加水分解してそのエネルギーでもってともかく食べられるだけ食べると、取るだけ取ってお腹の中に溜めておく。で、1時間2時間待ってますと高気層にたどり着きます。でそこでは酸素が供給されますから、酸素が供給され始めたらそのお腹の中に溜めていた有機物を酸化分解してエネルギーを取り出す、それから自分の増殖に使ってもいいですね。で、そうやって行きますとですね、普通のバクテリアはこの嫌気層では何も食べることができないと。でこのポリリン酸蓄積細菌は嫌気層で、いち早く有機物を摂取できる、そして普通のバクテリアにとりましてはもうやっと高気層にたどり着いてよし食べようっていう時にはもう美味しいものはなくなってるわけですから非常に暮らしにくい。
そんなことでだんだんポリリン酸蓄積細菌というやつがこのシステムの中に、まあ、優先して増えて、そうなります。でそれとポリあのリンの除去がどう関係するのかなんですが、まあ、ポリリン酸という名前からしてしかいかにもリンとリンの除去と関係しそうなんですが、でまあ、もさしくその通りでして、でこの検知層ではポリリン酸が分解されて、で実は上澄みにリン酸が増えてきます。この図で検知層ではおでの中のリン酸が減っていくと、そして上澄みにその下水分解で生じたリンが放出されます。で、後期層にたどり着きますと、さっきおでが蓄積したお腹の中に食べた有機物が分解されていく。で、それに伴いまして、その上澄みのリンがですね摂取されてポリリン酸の再合成に使われる。で最終的には上澄みの中のリン酸というのはもうほとんどなくなっちゃいます。でおでのリンが増えます。で、そうやっておでをたくさんリンをたくさん貯めたおでが最終的にこの沈殿地にやってきまして、でその一部を余剰おでとして引き抜いてやります。でそうすると、まあ、リンは下水として入ってきたリンは結局どうなっちゃうかというと、この余剰おでとしてシステムの外に流れて出ていくと、まあ、下水処理場の中ではおで処理系の方に回されるだけなんですけど、まあ、このようにしてリンが除去できます。これは多いと。で、まあ、そのポリリン酸蓄積細菌というのが、それからですね、糸状のバクテリー、まあ、他に重要な微生物、まあ、微生物、あんまりちゃんとした分類じゃなくて恐縮なんですけど、今話したその有機物を除去する微生物、窒素を除去する微生物、リンを除去する微生物、それらはみんないい機能を持っていると。それに対してですね、下水処理の機能を阻害するような微生物っていうのもいます。でこの糸状のバクテリア、糸状性細菌なんですが、これが増えてきますと、さっきこの写真で示したこれですね、ここには糸状のやつはほとんどいないんですけども、こういうところにこう糸状のがですね絡み合っついてこう生えてくることがあります。でそうしますとその糸が抵抗になってなかなか沈まなくなる。で、そうしますとこの第二沈殿地、最終沈殿地での、水とおでの分離がうまくいかなくなりまして、で下水処理場では困ったと、大変困った、微生物がその環境に出てっちゃうわけですよね。で、かえって水を環境を汚すような状況になってしまう。そんな風になっちゃいます。まあその糸状のバクテリアをこうどうやって制御するかとかですね。あとまあ原生動物とかバクテリオファージ、まあ原生動物は目で見えるからいいんですけども、バクテリオファージみたいなやつもきっといるだろう。まあバクテリアに寄生するウイルスですね。まあ、海海洋とかの環境ですとこのバクテリオファージの影響なんか非常によく調べられていて、で海洋での炭素循環の前数割 10%20% ぐらいはきっとこのバクテリオファージによってその、まあ、宿主のバクテリアが殺されるということによって、まあ、循環が促進されるんじゃないかというふうなことが言われていて、でも下水処理場のバクテリオファージについてあんまり研究してる人がいない。まあ目で見えないから調べる気にもならないのか、それとも調べたところで一体何ができるのかわからないっていうのもありますね。多分その下水処理にどう応用すればいいのか、いや どうしてもですね、下水処理場っていうのは再現科学者が研究してるっていうよりやっぱ現場のエンジニアが研究してるようなところがありまして、そうしますとどうしても勢いどう役に立つ、その質問が来るんですよ。まあうちの研究室はどちらかというともう少しサイエンスに近い、なんかこう面白そうなものがあるからぜひ見てみたいな、調べてみたいな、でそこからきっと分かってくることからなんかまたいろいろ新しい話が始まるでしょっていうふうに言いたい
ところなんですが、なかなか、うん、そういう意見の人はに同調してくれる人がいなくて少なくて、まあでもあのともかくバクテリオファージもいますね。それからあの微量線物質の除去に関わるような微生物、あのしばらく前ですとあの環境ホルモンなんていうのが一時期あの環境科学の中で流行ってた時代がありました。まあ、今でも研究している人は大勢います。そういう、まあ、あの水中の生物のですね、あの生命は脅かさない、生命は直接は脅かさないんだけども、特にこうそうですね、あの精子とか卵子を作るような、あ極めてあの精巧な制御が必要なそういう代謝をするときに、細胞分裂するとかですね、そういうところにこう悪影響を与えるような物質があるんじゃないかというふうなことを言っている人もいますし、で、まあ、そういうのを除去する微生物についても研究がされています。それからこの膜分離、あの日本の水産業っていうのがありまして、で日本の水産業のお家芸の一つだっていうのがその膜を使った水処理だと、あの皆さんが実験室で使うようなメンブレンフィルターとかですね、ああいうのをもっとこう大規模にしまして、それで水をろ過するわけですよね。でまあ膜ですから、メンブレンフィルターみたいなもんですから、当然ある量ろ過すると根詰まりします。まあ、それは当然なんですが、でも使い方を上手にやってますとそんなに目詰まりをしないでも長い間使い続けることができる。まあでもそれもあの程度の問題でして、やがては膜っていうのは目詰まりしちゃうんですが、でおそらくその膜の目詰まりに関係しているような微生物っていうのもいるんじゃないかということは言われてます。なんか話を聞きますとですね、あの膜が目詰まりして使えなくなるときっていうのは、あ昨日までは結構調子良かったんだけど今日急に悪くなる、なんかいきなり悪くなるということが時々起こるみたいな話を聞きます。まあそんなことはめったにないし、何かの技術上のトラブルである可能性もあるんですが、まあ、もしかすると微生物の働きが効いているのかもしれない。あなんかバクテリオファージなんかもですね、急にこう、まあ、バクテリオファージって結構膜に目詰まりしそうなぐらいの大きさなんですよね。冷静に考えますと膜の穴の大きさと同じぐらいなサイズ 0.1 マイクロメーターとかですね、そういうのが多いので、あなんかそういうのも関係してるんじゃないのかとか、あの勝手に推測したりはしてるんですけども、まああのいろいろな微生物がいると。で、そういうのをそうです、特定の機能に着目して調べていくっていう方向もあるでしょうし、それからいや、まあ、まあでもそれは今まで散々みなあの研究がされてきている。で、まあ、今みたいなこう高速シークエンスができるとかですね、あの遺伝子を調べることで新しい情報がいろいろ分かってくるというような時代になって、なんかもう少しあの、まあ、機能よりもむしろあの系統学的、系統遺伝学的なその種のこう情報に基づいて、きちんと理解していこうというような取り組みがなされるようになってきて来てます。で、まあ、そういうアプローチが積極的に取り入れられるようになったのがですね、1995年ぐらいのことでしょうかね、まあ、90年代の半ば頃からあの水処理の世界にも入ってきてます。で、まあ、それで15、16年になって、で、まあ、いろいろ成果が出てきている。で、まあ、いろんな方法が開発されてきているというところで、ちょっとここであの一旦そうですね、10分ぐらいお休みをするようにしましょう。